皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は肥料成分のコントロールについて再現実験を行ったのでその結果発表をしていきますこの実験に使ったのはバイオダルマという菌体肥料とストレスブロックという資材ですどちらも有機質の資材なのですんなりと効いてくれるかどうか微妙でしたが意外に早く結果が出ましたまずは4株あるパンジーの状態を真上から撮影して花数とつぼみの数を比べてみます また実験スタート時の株の状態にばらつきがあったため生育が良好なグループと生育が劣っているグループに分けて株の状態を詳しく見ていこうと思っています園芸ガーデニングに興味のある方は是非最後まで動画をご覧ください それでは花数を比べていきましょう左の2株がバイオダルマのみで育てている株右の2株がそれに加えてストレスブロックを与えている株ですパンジーを切り戻して実験を開始したのが5月25日だったので約2週間前ですねほとんど葉っぱがない状態からのスタートでしたがこの2週間で葉っぱが茂り花を咲かせました一番花数が多いのが右下の株です花数が12つぼみの数が17あります その次に多いのが左下の株で、花数が7、つぼみの数が12です。その次が右上の株で、花数が6、つぼみの数が8でした。一番花数が少なかったのが左上の株で、花数が2、つぼみの数が7でした。やはり、実験をスタートした時の株の状態によって、花数やつぼみの数に差が出たようです。スタート時に生育が良かったグループと生育が劣っていたグループに分けて、もう少し詳しく見ていきましょう。 まずは実験スタート時に生育が良好だった2株の状態を比べていきます左がバイオダルマのみ、右がそれに加えてストレスブロックを与えていた株です花数は左の株が7、右の株が12でしたつぼみの数は左が12、右が17といずれもストレスブロックを与えていた株の方が多いという結果になりましたとは言ってもストレスブロックを与えたのは2回だけです実験スタート時に1回とその1週間後に1回です 10日ほど経過したら最初の花が咲き始めたので、ストレスブロックの使用をストップしました。その理由については、前回の動画で詳しくお話ししています。窒素分が多く含まれているストレスブロックの使用を中断することで、バイオダルマに多く含まれるリン酸やカリウムが優勢な状態にして、生殖成長への切り替えを促すというのが目的です。速効性という点では若干疑問がありましたが、意外なほど早く結果が出たなという印象です。ある程度を期待した通りですね。 続いて実験スタート時に生育が劣っていた2株の状態を比べてみます左がバイオダルマのみ右がそれに加えてストレスブロックを与えていた株です左の株は花数2、つぼみの数は7でした右の株は花数6、つぼみの数は8でした状態が悪かった株でもある程度の効果を発揮してくれましたね右の株の方がボリュームもありますよね雨ざらしの環境下に置いていて何度かまとまった雨に当たったのですが その割には悪くなないい状態だなと思っていますストレスブロックは環境ストレスから植物を守るための資材なので本来の使い方とはだいぶ違いますただ実際に使ってみて切り戻した後の株の回復が早いなと感じています実験を振り返ってみて感じたことをお話しします 肥料成分をコントロールすることで花数を増やすことができるかという実験でしたがある程度は期待していた結果が出ましたねこの実験はストレスブロックに含まれる窒素分の影響が気になったことがきっかけでスタートしました開花期にも使い続けたところ花数が減ってしまいましたそこで栄養成長期と生殖成長期という生育ステージを意識して最初の花が咲いたタイミングで使用を中断しました バイオダルマに多く含まれるリン酸とカリウムが優勢な状態になることで生殖成長へスムーズに切り替わって花数が増えるのではと考えました結果はご覧いただいた通りですまた栄養成長期にバランスよく肥料を与えることも重要だなと感じました生育が劣っていた株もストレスブロックとバイオダルマを併用することで生育が良かった株に近づけることができました